オロチ軍は武田上杉の連合軍を撃退。戦上手の呼び声が高い領有もオロチの厚い壁を破ることはできなかった。軍師ダッキはこれからも起こるであろう人間の抵抗に対処するため別動隊を編成、諸葛亮にその大将を任せる。諸葛亮の忠誠心を試し、なおかつ人間同士を戦わせて彼らに絶望感を与える。そこにはダッキの狡猾な思惑もあった。諸葛亮は一軍を率い合肥の地に赴く。その胸中にある思いをひた隠しながら、ここは合肥の地、敵はおそらく孫悟でしょう。将兵ともに盛況ゆえ気を抜けませんね。非常だね。主を守るためとはいえ、望まぬ戦を仕掛けさせられるってのにさ。お話はそれだけですか。では出陣いたします。待機部隊に伝令を、手はず通り動くようにと。そろそろオロチ軍前線に進軍させましょう。わしが相手では不足か。刑事参上。やめろ。お主らこんな言葉を知っておるか。義に長領あらば、語に寛寧あり。教えてやろう。すなわちおめえら全員あの世行きってこった。面白い。
の進路を発動する。やろうぜ。わしが叶う相手ではないわ。敵将討ち取ったぞ。破壊の限りを尽くしましょうぞ。鬼神のごとき働き、お見事です。しかし張良さんが孫悟に味方してくれるとはね。五軍への加勢は殿の命、次は敵かもしれぬ。敵本陣、我が武を尽くし、敵を切り引く。鬼だな。俺の道を譲るんじゃないか。一戦を相手に願う。祭りの見せ場はここからだな。ここは逃げるな。一瞬の一瞬の神のごとく、お見事。こいつ、なんて強さ。歴史に打ち取った。素晴らしいですね。ダブロン、負けねえからな。歴史に打ち取った。神のごとく、お見事。今度は負けねえからな。敵将に打ち取った。俺もやりますぜ。こういうのもチャンスだ。テンション打ち取った。破壊の限りを尽くしましょうぞ。テンション打ち取った。神のごとき働き、なんて強さだ。テンション打ち取った。破壊の限りを尽くしましょうぞ。敵将打ち取った。素晴らしいですね。しくじったぜ。鬼神のごとき、なんという強さ。急ぎ殿に報告されれば。降臨。破壊の限りを尽くしましょうぞ。落とす必要もないな。撤退しよう。シュウエン、親父、待たせたな。孫策が戻ったか。これなら勝てる。よし、開門だ。我らも撃って。この攻撃かわせるか。降臨。
わずに撤退だ。撃ち取った。素晴らしいですね。鬼神のごときや。進路が来ました。伏兵を前へ。そして我に挑め。
やつ、なんて強さだ。敵将を討ち取った。お見事、策など無事じゃな。敵将を討ち取った。オロチ様は弱者に興味がありません。そんが、てめえ化け物に魂を売りやがったか。タク、やめるのだ。諸葛亮殿、降伏するゆえ将兵は助けてもらいたい。人質が欲しいのなら俺の身をくれてやる。だからだ。なりませぬ。殿は国家の忠責。殿が人質とならば、孫悟は周囲、たとえ国が支配されよう、孫悟の魂は折れぬ。そうであろう。何、虎は一時の眠りにつくだけよ。皆とまた大地をかける日もきっと来よう。良きご判断かと。では皆様をオロチ様のもとへお連れしましょう。